こんにちは。時計メガネアクセサリーリコーダーでございます。今回はですね、ネジを使っていない2ポイント、私は2ポイントと言っているのか、縁なしメガネについてちょっとご説明したいと思います。ネジを使っていないって、ネジ以外にですね、これがですね、従来の一般的なんですね。ここからネジ、レンズに穴開けて、これネジで、ナットでね、こう最終的に飛べるんで、袋ナットっていうのを最初につけて、ちょっと飛び出るんですよね。でちょっと拭くときにちょっとこう、拭きづらさは若干あるかもしれないですね、こういうのね。それとですね、ネジを使ってないっていうのは、ね、こういう、ちょっと酸化であるんですよ。今のうちの在庫ですけどね。ちょうどここにこういう樹脂のピンみたいのをね、こう中に入れるんですよ。だからネジっていうか、その穴は2箇所ずつ開けるんですよ、全部ね。だからこういうピンが入ってるんですよ、実は。ちょっとお分かりになります？あとこの先端ちょっと切って、そのレンズの厚さに合わせてこう切るわけなんですけど、これを最終的にこう入れるわけですね。この手もちょっと違うモデルですけど、こういうふうに、こういうふうになってますね。こういうピンを入れるようになってます。こうね、ほぼ半透明のこうピンをこうね、この字のピンですね。あとこれはこう丸マンオプチカルで作ってる。これも同じふうに、こういうふうに。これ拭きやすいんですよ、実は。非常に。手入れしやすいというかね、簡単に言うと、こういうパーツがこうで、これはチタンの場合、この中にこうね、こうピンのこう長さをこれでこうあるとこう分かるように、こういうのもね、ピンの付録でついてるんで、こういうものをうまいこと使ってですね、これでやるわけですよね。こう穴開けるときとかも、こういう工具があった方が本当は2箇所開けるもんですからね。これがちょっとずれちゃうともうピン入んないんですよね。そういうちょっと作るときのこう難しさありますけど、いずれにましてもこういうネジ使わないこの縁なしフレームっていうのは非常にこう手入れがしやすい、お客さん自体がね。そういうメリットがありますのでね、どうかよろしくお願い申し上げます。